ダブリン高速輸送、通称ダートは、ダブリン県フィンガル市のホース駅、または、同市のマラハイド駅から、ダブリン市のコノリー駅、ピアース駅を経由して、ウィックロー県ブレーのブレーデイリー駅、同県グレーストーンズのグレーストーンズ駅までを結ぶ、アイルランド国鉄が運営する、鉄道路線である。アイルランドで、唯一の電車路線である。ダートは、 ダブリンの市内中心部を経由し、海岸沿いを走行しているダブリン郊外鉄道網の中核を成している。2018年には1240万人の乗客を運んでいる。ダートは老朽化したディーゼル機関車列車を置き換えるために、1984年にアイルランド交通グループによって開通した。1987年にアイルランドの国営鉄道会社である。 アイルランド国鉄に引き継がれた。現在の車両は直流線5 0 0ボルトの架空電車線方式を使用しており、アイルランドの1600ミ、mm、リメートル期間を使用している。2020年8月現在、ダート計画が進行中であり、既存のコミューター路線を置き換える計画が立てられている。現在のダンデアリーラス市とダブリン市の間の路盤は、当初アイルランドの最初の鉄道であるダブリン。 キングスタウン鉄道の一部として建設された。この路線は後に北部分をベルファスト幹線南部分をウェックスフォード幹線と接続し、シャンガナ分岐点でハーコート通り線と合流した。1984年の電解以前は1950年代に製造された C2600 系機動車を使用して運行されていたが、1968年には、 時代遅れになったエンジンの予備品を入手することが不可能となり、共食い整備をするまでになっていた。より高級的な解決策が確立されるまでの一時的な手段として C2600K は1970年代初頭に C201K ディーゼル機関車によるプッシュプル列車に改造された。しかし、快適性と信頼性は低く、列車は常に満員状態であった。 1970年代後半には、システムの緊急改良の必要性が高まっており、車両のさらなる老朽化により、交換部品の入手が困難になっていた。C2600 ケーブレーデイリー駅、グレーストーンズ駅間ダートは、列車種別設定がなく、平行ダイヤが組まれている。列車種別設定はないが、北のホースジャイクションドナミード駅で、ホース方面。 マラハイド方面に分かれ、交互に運転している。南のブレーデリー駅、G 駅のグレーストーンズ駅も同様に交互に運転している。一部の列車は南方面をダンレアリーマリン駅で終点とすることもある。また、深夜時間帯になると一部の列車はダブリンコノリー駅が終点となる。2018年の大幅なダイヤ改正に伴い、平日は ホースジャンクションドナミード駅、ブレイデイリー駅間で10分間隔の運転をしており、土曜日は通常15分間隔、休日は通常30分間隔の運転をしている。ホースジャンクションドナミード駅以北は、常日の通りホース方面とマラハイド方面に分かれており、20分間隔で交互に運転されている。また、ブレイデイリー駅以南のグレーストーンズ方面は、 感染区間のため、平日、土曜では30分間隔、休日では1時間間隔の運転となっている。ダートを含むダブリン郊外のすべての列車は、ダブリンコノリー駅にある列車集中制御装置施設によって管理されている。ほとんどが自動化されており、信号装置に2人、踏切に1人、電気制御に1人、電源装置と全体的な監督に1人配置している。 CTC には常時、担当者が配置されているが、深刻な問題が発生した場合には、運行を継続できる緊急制御室もある。e 8 5百0系、8520系に導入された LED ルートマップ4両、6両、または8両編成として運行している。四両編成は通常、e 八千五百系、千五百十系、五百二十 形を一変性で構成される。六両編成は C8100 系を三編成で構成される。八両編成は E8500 系8510系8520系を二編成または C8100 系を四編成で構成されている。2007年以前までは、 E8500 系と C8100 系が連結して運用されることもあったが、シーメンスによる C8100 系の改修を後に別々に運用されるようになった。ダート開業時は2両編成の C8100 系が40編成導入された。このうち2編成が2001年7月14日のフェアビューダート車両基地の火災で損傷し、38編成となった。 乗客数が年々増加したため、2000年12月には、東急車両製造製の4両編成の E8500 系を4編成導入した。E8500 系が営業運転で高い信頼性や好評を得たことで、翌2001年には、ドア上に LED ルートマップを装備した E8510 系が、2003年から2004年には冷房装置の搭載など、 使用変更を行った i、e、8 5 2 0系が追加で導入されている。2000年に導入された i、e、8 2 0 0系は2008年まで運用された。また、2003年から2005年にかけて、駅が8両編成に対応できるように長くなり、バリアフリー化された。いずれも、全車両、ボタン式半自動ドア、防犯カメラ、LED 式車内案内装置、 自動音声アナウンス、非常ハンマー格納箱を装備している。ダートでは、以下のようなラッピング車両、広告貸切列車が運行された。2008年10月に、アイルランド国鉄は、合計432両の電車を2011年から2012年にかけての導入開始を目指し、発注した。しかし、2007年の世界金融危機により、景気が悪化したため、 発注は保留された。2019年5月には、ダート計画の一環として、C8100、8300系を置き換える、最大600台の電車及び蓄電池電車の車両を導入する計画を明らかにした。新型車両は2024年から運用を開始する予定である。現在の電化方式は直流線5 0 0トだが、新しく電化される区域では、 交流2 5 0 0トで建設する計画のため、新型車両は両方の電圧で動作することが可能になる。ホース駅、ホースジャンクションドナミード駅間は唯一のダート専用路線である。ホースヘッド半島のアイリッシュ海沿いを通り、ホースジャンクションドナミード駅でダートマラハイド線、及びダブリンコミューター北部線と交流する。マラハイド駅、 ホースジャンクションドナミード駅間の各駅はダートのみならず、ダブリンコミューター北部線も全て停車する。マラハイド駅を出ると左側にはマラハイドゴルフクラブがあり、右側にはポートマーノック競馬場がある。ホースジャイクションドナミード駅でダートホース線と合流する。ホースジャイクションドナミード駅から平日は10分間隔の運転となる。 ラヒーニー駅を出ると左側にセントアンズ公園、右側にボーモント病院のリハビリ病院であるセントジョセフ病院がある。キレスター駅を出ると右側にクロンターフゴルフクラブがある。クロンターフロード駅ダブリンコノリ駅間にダート専用車両基地であるフェアビューダート車両基地がある。また、同車両基地を過ぎるとトルカ川が流れている。 イーストウォール通り橋を通り、高架線になる。ダブリンコミューター西部線、西南部線と合流し、西部線のダブリンドックランズ方面の路線と立体交差し、ロイヤル運河を渡った後、ターミナル駅の一つであるダブリンコノリー駅に至る。同駅はアイルランド国鉄本社があり、北部方面に向かう、長距離線のインターシティ、ダブリンコミューター南東部線、 路面電車のルアスレッドラインの起点でもある。ダブリン湖のリー駅を出ると、南西方面から南東方面と大きくカーブをし、路面電車のルアスのレッドラインと立体交差する。続いてリフィー川をループライン橋で渡り、タラストリート駅に至る。同駅を出るとしばらくは直線に進み、ダブリン大学トリニティカレッジの敷地内に入ると、緩やかに東へとカーブする。 この直後、ターミナル駅の一つであるダブリン・ピアース駅に至る。同駅はダブリンコミューター北部線、西部線の起点である。ダブリン・ピアース駅を出ると右側にダブリン・ピアース検索があり、グーグルの欧州本社が左側にあるグランドカナル、ドック駅まで続いている。同駅はダブリンコミューター南西部線の起点でもある。ここで、高架線は終了し、 ランズダウンロード駅手前のアビバスタジアムの横を通り、大使館地区付近に入る。サンディマウント駅は、多目的会場ホールである、ダブリン王立協会の最寄り駅である。その後も大使館地区付近を通り、在アイルランド日本国大使館、またセントビンセント病院の最寄り駅である、シドニーパレード駅に至る。同駅の自駅、ブーターズダウン駅に至る頃には、海岸沿いを走行している。 ブーターズダウン駅を出ると、ブラックロック公園の横を走行し、ブラックロック駅に至る。ブラックロック、ショッピングセンター、フラスカティショッピングセンターなどの最寄り駅で、周辺は繁華街として賑わっている。その後も、海岸沿いを走行し続け、ダンレアリーマリン駅に至る。一部のダートは、同駅を終点としているため、3番線が終点用ホームとして扱われている。また、 長距離線のインターシティ、ダブリンコミューター南部線の停車駅でもある。かつて定期旅客船が運行されていたダンレアリー、港の最寄り駅であり、港の西桟橋、東桟橋は多くの散歩者で賑わっている。ダンレアリーマリン駅を出た後、サンディコーブグラスツール駅までトンネルを通過する。ここで一旦海沿いを離れ、グレナギャリー駅の後、 同期以上の最寄り駅である同期駅に至る。同駅を出ると南東方面から南西方面へと大きくカーブし、海沿いに戻る。嫌いに駅へ至る頃には南方面を向いており、終点まで続く。ブレーデイリー駅の手前にはウッドブルックゴルフクラブがあり、同駅で10分間隔の運転は終了する。次駅のグレーストーンズ駅は30分間隔で運転している。 ブレーデイリー駅、グレーストーンズ駅間は、ダートの路線で最も長い距離であり、唯一の単線区間でもある。駅のプラットフォームにある LED 式発車表は、電車到着までの待ち時間、運行状況、停車駅に関する情報を、旅客向けに案内している。自動アナウンスは、大幅な遅れが生じた場合に行われ、各駅に合わせて調整される。ほとんどの駅は、 切符、IC カード乗車券券用の改札口が設置されているが、一部の駅では、切符用の改札口がなく IC カード専用の簡易型自動改札機のみが設置されていることもある。切符用の改札の有無にかかわらず、切符は必要であり、駅の自動券売機、また、友人駅の場合、駅窓口から購入できる。IC カード乗車券、リープカードを使用する場合、 通常の現金運賃から割引される。かつて、アイルランド国鉄は、ダブリンの他の公共交通機関とともに、独自の IC カード乗車券を導入していたが、ディープカードの導入と同時に廃止された。また、抜き打ちで、切符、IC カード乗車券の検査をされることもある。2018年度の平均通過人員は、約8万2000人。アイルランド国鉄で、 一番利用されている路線である。利用者が最も多い駅はダブリン・ピアース駅であり、2018年度の1日の平均利用者が北方面で4485人、南方面で6150人であり、利用者数が北方面で4000人、南方面で5000人を超える唯一の駅である。 ダート路線図及び接続する路線ホース、分岐点イナンディフィーガーイナンダンレアリーイナンダートは、基本的に伏線だが、ブレイデイリー駅イナンはダートで、唯一の単線区間となる。ダート計画とは、現在の路線を、沿岸の幹線を越えて、北と西へ拡張する計画である。2018年2月に、アイルランド政府と、国家交通局は、ドロヘダ・マクブライド駅、メーヌース駅、 ヘーゼルハッチセルブリッジ駅、M3 パークウェイ駅、ドックランズ駅への路線を電化する10年計画を発表した。また、新しい駅を設置することも計画されている。メイノルースに新しい車両基地も設置し、信号と踏切の閉鎖を行う工事も予定されている。2020年9月現在、意見公募手続き段階に進んでいる。 2019年5月には C8100、8300K を置き換える最大600台の電車及び蓄電池電車の車両を導入する計画を明らかにした。2019年6月にはヘーゼルハッチセルブリッジ駅とフェニックス公園トンネルの電化の初期設計を開始した。また、ダブリン・ヒューストン駅、パークウェストチェリー・オーチャード駅間を複々線化。 およびベレッツタウン駅の設置が発表された。1972年頃からダブリン中心部にダート専用のトンネル、インターコネクターの建設が提案されていた。2010年5月にはダブリン市の岸壁にあるスペンサードックのドックランズ駅とダブリンヒューストン駅を結ぶ専用のトンネル、ダート地下トンネルの計画が立てられた。ダート地下トンネルの長さは 約7 6トルの予定であり、地下駅となるドックランズ駅、ダブリンピアース駅、セントスティーブンスグリーン駅、クライストチャーチ駅、ダブリンヒューストン駅、また地上駅となるインチコア駅を北部線とキルデア線で合流する計画である。ダブリンピアース駅がダート地下トンネル線と既存のダート本線の乗り換え駅となる予定である。当時の計画では、 2012年に建設工事が開始され、2018年に運用開始となる予定だった。2015年9月にダート地下トンネルの計画は無期限に保留された。ダブリン市内におけるダート1号線とダート2号線の計画路線図ダート1号線ダート1号線は、現在のダートのダブリンコのリー駅以南線が同駅から西に分岐し、 電化予定区間のメーヌース駅まで運行する計画である。2015年9月にダート地下トンネルの計画とともにダート1号線の計画は無期限に保留された。ダート2号線ダート2号線は現在のダートのダブリンコノリー駅以北線がダート地下トンネルを使用しスペンサードックのドックランズ駅とダブリンヒューストン駅を経由しキルデア線と合流する計画である。 2009年4月にダートの路線が電化工事によりドロヘダマクブライド駅まで拡張する計画が発表された。2015年9月にダート地下トンネルの計画とともにダート2号線の計画は無期限に保留された。会のみ、半自動を解除する車掌スイッチはない。2012年からエミレーツ航空がダブリンから10都市新規就航したため、 社内広告スペースもイースター放棄の42人の主要人物を紹介。ありがとうございます。